キャプテン翼オリンピック編最強ランキング1位から30位。30位ダビー、オランダオーバーエイジ枠でオリンピック代表に選ばれる。オリンピック日本戦では強烈なスライディングで日本勢を苦しめた。描写を見る限りスタミナは相当豊富。29位シュバイル・タイガー・ボラン、オリンピック編からのドイツの新顔で登場。ジュニアユース、ワールドユースで選出されなかったのは反則プレーが多かったため、ヒューが同様の重いボールで鍛錬を積み、雷獣シュートも打てる。28位若島津健、今シリーズの健様は市民権をしっかりもらい、ゴールキーパーはもちろんのこと、フォワードでの空手プレーで大活躍。準決勝のスペイン戦では若林がドイツでの負傷のため守護神を務めた。27位ジョゼップ・グランディオス、強豪バルセロナのキャプテンを務めていて、オリンピックにはオーバーエイジで選出される。試合の流れを読む戦術眼は相当長けている。26位カリューシャス、世界屈指の名門クラブで20歳にして守護神になるほど。技術はもちろんだが高い IQ サッカーを駆使する。練習も妥協しない努力の天才である。25位新田俊、今シリーズで1人を争う出世株で、前シリーズでは全くというほど見せ場はなかったが、今シリーズドイツ戦では首皮1枚でつないだ同点シュートにとどまらず、スペイン戦では先制点を挙げるなど大活躍した。24位 JJ オチャド、フランスパリ SG に所属しているが、美咲が交通事故にあって移籍枠が空いたところに入団したいきさつがあり、美咲をライバル視している。必殺シュートは無回転シュート。23位ヘルマン・カルツ、ドイツは前ワールドユース編の扱いはひどかったが、オリンピック編では市民権を得たみたいで、カルツの体を張ったプレーは相当活躍した。体ボロボロランキングなら1位。22位ショウ・シュンコウ、オリンピックの初戦ブラジル戦ではサンターナのアローシュートを反動俊足陣法で打ち返したが、さらにナトゥレーザーに反動俊足陣法で返されて、ビッグドラゴンを見れて敗れはしたが満足そうだった。21位日野龍馬、今シリーズはウルグアイはオリンピック出場できなく、日野の活躍は見られなかったが、井川岳との回想でアルゼンチンの名門リーベルプレートのエースとして活躍した描写があるので、ワールドユース編での力を見ればこの順位が妥当か。20位ヒューガ小次郎、今シリーズのヒューガの一番輝いた試合はナイジェリア戦で、翼がボランチの位置に下がり、葵の交代で沢田がトップ下に入り、ヒューガにパスして点を入れたところで、この試合ハットトリックを達成した。19位葵慎吾、オリンピック編始まりの頃はほとんど出番はなくいいところはなかったが、スペイン戦ではミカエルのセグウェイドリブル、そして翼との超必殺技フルメタルファントムを超即興で完成してしまったので、このランク。18位リカルド・エスパダス、スペインとの対戦ではフォワードで先発し2ゴールを獲得した。途中からゴールキーパーに入るも、後半だけでミカエルから6失点を喫するミラクルキーパー。17位サリナス、ナトゥレーザ・リバウールが加入によってザルキーパーにならざるを得ない環境になってしまい、ブラジルの森崎になりつつあるが、6失点以上の失点が当たり前の今シリーズで4失点で抑えている点は高く評価していいのか。16位ステファン・レビン、今回ワールドユース編から一番割を下った選手で、ワールドユース編ではドイツに勝利し日本を苦しめたが、オリンピック出場すら叶わなかった。一応ロードトゥー2002ではショーとともにシュナイダーの所属するバイエルに入団していたので、このランクが妥当か。15位三杉淳、今シリーズは攻守とともに華麗なるプレーで大活躍。三杉の代名詞のオフサイドトラップオーバーヘッドキックを見れてとても嬉しかったが、ドイツ戦でシュナイダーのシュートを至近距離で心臓部の脅威でブロックした時は一時は生死をさまよった。14位ラドゥンガ、サンパロ時代の翼のよく先輩で、翼にとっては第二の師匠とも言える存在。シリーズ通して翼を励ましたといい兄的存在でもある。ライバルのブラジル代表に選ばれたため、このランクが妥当か。13位ゼダン、イタリア名門ユベントス所属でフランスオーバーエイジ枠で出場。今年の全世界サッカー MVP とも言われるバロンドールの候補で、リバウールに肩を並べるほどの男。作中ブラジル戦で華麗なるパス回しをする描写しかなかったが、肩書きがすごいのでこのランク。12位エルシド・ピエール、全シリーズで割を食らった選手の一人で、今回は準決勝まで勝ち進みブラジルと対戦し先制点を挙げるなど活躍を見せるが、漫画では一気に時間が飛んで2対6で負けていた。今回も割を食らっていた。
11位美咲太郎。今シリーズは翼とのゴールデンコンビの片棒役がメインで、ツインシュート、ツインオーバーヘッドシュート、そして究極超必殺技のハイスピードトルネードアルファを完成させた。10位ブライアン・クライフォート。前シリーズのワールドユース編では実力は明かされることはなかったが、今回ベールを脱いだ。主に司令塔としてゲームを組み立てることに優れていて、スパイラルシュートで点も取れるオールラウンドプレイヤーであった。9位リュータ・ミューラー。ジュニアユースの強かったミューラーが戻り、ほとんどのシュートをワンハンドキャッチで仕留めたが、カルロスとナトゥレーザの超必殺技フルメタルファントムで左手を負傷したため、日本ではほぼ右腕のみで守り、その強靭さは今大会トップクラス。8位ファン・ディアス。前シリーズのワールドユース編では体調不良で実力を発揮できなかったことが判明した。今シリーズでは攻守に大車輪の活躍を見せた。日本には負けたがオランダには勝利した。7位カルロス・サンターナ。ブラジル三強と呼ばれる一人で、どうしてもその中では3番目的な扱いだが、ほとんどの試合でハットトリックを達成するなど、他の国の代表なら間違いなくトップを張れる選手。6位ナトゥレーザー。全シリーズラストで一気に頂点に手が届くところにまで登場した選手で、大空翼のライバルの一人サンターナとの連携の超必殺技でフルメタルファントムを完成させた。威力は作中屈指の必殺技。5位リバウール。ブラジル代表キャプテンでバルセロナの不動のトップ下、サッカー全世界の MVP のバロンドールを2度受賞したことがあり、多数のタイトルも獲得しているが、唯一オリンピック優勝だけは未獲得であり、今大会の意気込みは相当高い。4位カール・ハンイツ・シュナイダー。全シリーズの屈辱の反動で、今シリーズは日本に次いでドイツにスポットが当てられた。ブラジル戦ではブラジル3強にも全く引けを取らず、試合は前半のアドバンテージがあったもののブラジルと引き分け、日本でも若林にはかなわなかったが、前回の雪辱は果たせたか。3位若林源三。今シリーズ、いや全シリーズを通してみんなが認める日本代表ゴールキーパー、もとい世界のスーパーグレートゴールキーパー。オリンピック本戦でもオランダ、アルゼンチン、ドイツとほぼパーフェクトに塞いだ。ただドイツ戦で背中を切るほどの負傷をして森崎がキーパーについた時は少し心がざわついた。2位ミカエル。ノーモーションプレイヤー、セグウェイドリブル、ゴールポストを利用したパス、トルネードアロースカイウィングシュート、一人反動収束陣法など必殺技のデパート選手で、あのエスパダスから後半だけで6点を取るなど、間違いなく今大会一番の新星かつ最強に近い選手である。1位大空翼。今シリーズ、いや全シリーズを通して圧倒的なパフォーマンス。翼のすごいところは、相手が何年間かけて身につけたテクニックを試合中に瞬時に無双転生、いやマスターし、その試合で披露し、さらに元よりグレードアップして点につなげるところ、本当にサッカーに愛されたサッカーの申し子。ご視聴ありがとうございます。